はい、皆さんどうも、ピーマンです。というわけで、今現在は9年目8月、今回中日戦から実況していきますよ。 OK。 そして今現在のピーマンの成績は、打率は3割3分7厘、ホームランが36本で打点が84打点、6盗塁となってます。今のところは打率、本塁打、打点3部門ともにリーグ1位でございます。このまま順調にいけば三冠王もあると思いますが、まだ油断はできない。今回の実況でもボコスカ打っていきたいと思いますよ。 OK、 じゃあやっていきましょう。ピーマン3番スタメン出場になります。現在の成績は動画の説明欄に書いておきますので、もしよかったら見てくださると嬉しいです。そしてありえないくらいどっちでもいい話なんですが、今現在このマイライフの世界、8月15日、次の日8月16日はなんとピーマンの子供が生まれる日なんですよね。どっちでもいいでしょうね。プラスはないでしょうね。これ聞いた方はプラスはないでしょう。いや、ほんとどっちでもいいんですけどね。ただ言いたかっただけ。それを伝えたかった。それで終了です。OK、じゃあ野球の方集中してやっていきましょう。横浜 DeNA ベイスターズ対。OK、来たね。わーお、早速得点圏。ワンアウトランナー二塁。いきなり来たね。いきなり燃える展開ありがとうございます。1球目はフォーク、ストレートで来い、ストレートで。ツーシーム、ノンノンノン、俺はそんなの望んでいないぜベイベー。本当に来たね、ストレート。球速は134、打ちやすい。え、なんで、ツーシーム、え、なんでやられた。ツーシームだ。あの変化球ものすごく打ちにくいですよね。ピーマン1打席目得点圏で打てず、1打席目はキャッチャーフライ。さてチームは2対1と勝ってますね。ツーアウトランナーなし。まずは1本ヒット打っていきましょうよ。元気に1本いきましょう。さてワンツー、また追い込まれた。フォークよく見た、ピーマンよく見た。ピーマン褒めてやろう。どうだ、はい、内野安打来た。これ内野安打、内野安打。わっ、足遅い。今気がついた、こいつ足遅い。マジか、今のセーフにならないのか。さて3打席目、ワンアウトランナーなし。島3対2と勝ってますね。今ここ2打席ヒットなく終わってます。まずいな。どうだ、行ったか。行け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 や、行かんかい。名古屋ドーム広いなぁ、マジか。ピーマンちょっとここまでヒットなし、ホームランもなし、まずい。さてノーアウトランナーなし。千葉3対2、1点差で勝ってますがまだ不安。ここで打って追加点の方を入れていきましょうよ。ホームランもしくはヒットをね。チェンジアップ、ゴリ押し星人、ここに現る。ありえないね。ダメ、もう決まってたね。もうチェンジアップで追い込まれた時点で俺の負けっていうのは自分で分かってた。ひしひしと伝わってきた。はい、ダメ。今日の試合はクソくらえ。いや、もうこんな選手いらないね。俺はこんな選手を目指しとるわけではない。4打数1本のヒットも打てずに凡退。やられた。悔しい。ただただ悔しさが残るね。まあ、気を取り直してね、次の試合臨んでいきたいと思いますよ。今日の試合は絶不調と言っときましょうか。全く打てなかった。そもそもね、フォークだったりチェンジアップはね、投げないで、打てないからね。打てないって分かってて投げるんだから性格悪いよね。食事に行こう、いや行きたくはないけどね、行きたくないけど行かなかったら評価下がるからね、行きたくはないよ。君行かないだけで評価下げてくるからね。本心を、本音を言うなら行きたくはない、めんどくさい。お、8月16日、ピロリロリン、これはまさか。これはまさか。ああ、いきなり来た。おめでとうございます。無事生まれましたよ。はい、ピーマンの子供が生まれました。奥様に変わりましょう。ピーマンくん、元気な女の子。あ、女の子が生まれたのね。オーケーオーケー、男の子じゃないんかい。ほうほうほう、わかりました。あ、男の子の名前しか考えてない。どんな名前がいいのだろう。そう、この女の子の名前は、あ、名前決めるの？ OK, OK, わかりました。はい、ピーマンの娘が生まれましたね。名前の方を決めていきましょう。ピーマンは絶対ね。ピーマンは絶対。何にしようかな。
まあ女の子とはいえね、イチローのようにたくましくなれとつけて ピーマン51でいいでしょう。イチローの背番号ですね。娘はたまったもんじゃないね。オッケーオッケー、まあそんな方は置いといて、ピーマンの娘が生まれましたね。どっちでもいい、ありえないくらいどっちでもいい。このイベント必要なのかと思うんですが、まあその辺は突っ込まないでおきましょう。さて引き続き実況の方していきますよ。今回からヤクルト3連戦が始まります。ピーマン前回の試合では全く打てずに終わってしまったんでね、行きましょう。娘も生まれたんだ。ここで娘にね、かっこいい姿見せていきましょうよ。お父さんのね、お父さんのかっこいい姿見せていきましょう。必ず打つ。オーケー、任せてくれ。レッツゴー。もうさっきのはひどかった。もうチェンジアップに簡単に追い込まれる情けなさ。もうね、ちょっとピーマン積極性が欲しいね。ちょっと球をね、見るんですよね。初球からもう打ちに行ってもいいんですけどね。積極性をね、ちょっと欲しい。今回からもうね、ガンガン初球から打っていきますよ。もう待つのはやめた。俺らしくない。待つなんて俺らしくはないぜベイベー。 OK 行きましょう。1打席目ワンアウトランナー2塁、いきなりチャンスできたね。得点圏任してくれ。フォーク、君はそうやってフォークを投げるのか。おいおいおいと待ってくれ。ゴリ押しか。第4球はすっぽ抜けた。またこいつフォーク投げやがったな。さあ5球は5球目ノーン、あーうち。ここも凡退でショート真正面ですか。おっ、ツーアウトランナー2塁1塁、チャンスできましたぜベイベー。 OK 絶対打たれば。ちょっとここ5打数ノーヒットですからね、全く打てていない。次が4球目投げました。わーおー、変化球カットボール、よく見た。ピーマンいいぞ。フルカウント、さてどこに来る。第6球はレッツゴー、いただきます。完璧な当たりだ。今季37号スリーランホームラン、いただきます。これはもう娘のおかげですね。なんとなく娘のおかげ、そんな気がする。あの子が生まれたから打てたホームラン。本来ならあの子をスピーマンは打てないからね、自分で打っちゃうけどね。さてまだ終わったわけじゃない。ワンアウトランナー1塁、チームは3点、ピーマンのスリーランですね。よく打った。第2球投げた、ノン、高めボール球打った。いや調子乗っちゃったね今、完全にスリーランで調子乗ったね。悪いピーマンが出た。クソったれ、悪いピーマンが出だしたな。調子乗るなよ、調子乗っちゃダメよ。ワンアウトランナー2塁、チームは4対4、まさかの展開、同点に追いつかれてますね。ゲッチュいただきます。さて来い、勝ち越しのタイムリー、レッツゴー、いただきます。はい、ピーマンこの試合大活躍、勝つ以降勝ち越しのタイムリーヒットを打つことができました。さて9回の表、千葉は6対4と勝ってます。ノーアウトランナー1塁、まだチャンス、ここで打つんですよ。なんでゲッツーにはなりません。進塁打になりましたね。はい、千葉無事6対4と勝利しました。はい、ピーマン本日のヒーローに選ばれましたね。当然な話だ、今日は 大活躍でしたからね。スリーランに勝ち越しのタイムリーツーベース、今日は4打点の大活躍、褒めてくれ褒めてくれ。子供が生まれてから初の試合だったんですが、これはもうものすごい力を発揮できましたね。先ほども言いましたが、あのスリーラン、あの手のコースというのはピーマン基本打てないんですよ。まあど真ん中低めかな、まあ、カットボール自体苦手な球だから打てない球なんですが、娘がね何か言ってくれたような感じがする。何を言ったか分かんないんだけど、何をやってくれたか分かんないんだけど、娘が生まれたことで打てたホームランかなとピーマン個人的に思うんですが、どうでしょうか、間違ってる？いや間違ってないと思うな。さてそんなことはどっちでもいいんだ。行きましょう。引き続きヤクルト戦、お
ピーマン、今日の試合は4番を任されましたね。来ました。まあ、打順の方はちょっと固定されてないのでね、3番、5番だったり、ちょっと色々とあるんですが、久々の4番来ましたね。任された以上は完璧に打っていきましょう。完璧に打っていきましょうってどういうこと？ちょっと意味わからないね。さて、ボコボコに打っていきましょう。レッツゴー。ヤクルト、ボコさせていただきます。ごっつぁんです。ごっつぁんです。先に言っときます。ごっつぁんです。さて、行きましょう。横浜 DeNA ベイスターズ。お、ピーマン早速来ましたね。これはチャンスできたか。わーお、ワンアウトランナー一塁三塁。最悪犠牲フライと言っときましょうか。この先制のチャンスですね。ゲッチ、お、どうだ、落ちるか、飛んでるぞ、打球はいい、落ちるか、あー、落ちなかった。ランナー持たれ、よっしゃ、とりあえず犠牲フライになりましたね。かなり深い当たりであったんですが、ギリギリ取られましたがね、犠牲フライでまず先制の1点、ナイス。よっしゃー、まあ、最低限の仕事はできたんじゃないでしょうかね。結構飛んだのでね、入るかなと思ったんですが、入りはしませんでしたね。ピーマン1打席の犠牲フライ。さて、チューマン3対1、ノーアウトランナーなし。八木はね、ちょっと左ピッチャーでものすごい球の速いピッチャーなのでね、サウスポーの速球派というのは打ちづらいですよね。苦手意識が高いピッチャーなんですが、必ず、しかしここはフォアボールを選びました。よく見た、いいね。さて、ツーアウトランナー2塁、1塁ね、チャンスできましたね。得点圏ではないですが、スクリューよく見た、いいぞ。何、そこもスクリューで来るか。投げました、スライダー。わーお、際どいな今の。ボール判定でもおかしくない。ピーマン2打席連続フォアボール選びましたね。いいぞ。このピーマン9年目は出塁率も高いんですよね。フォアボールをよく選んでる。1球目スライダー、ピーマンのお得意のコースのスライダーだったんですが、やはり打ちに行きませんでしたね。積極性だね。もう初球から打ちに行く、それをしないと。お、はい、内野安打来た。これ絶対内野安打。はい、ご苦労様。サマンサタはサードへの内野安打でピーマンこの試合初のヒットを打てました。いいぞ、今日大活躍。さて、チームは4対1と勝ってますね。ツーアウトランナー1塁。さて、どうだ、よーし、盗塁成功。よかったよかった。さて、江村、体力の方は完全になくなりましたね。スタミナ、ゲッチュいただきます。はい、ありがとうございます。今季38号ツーランホームランもらいました。ありがとうございます。敵のスタミナも切れてましたからね、甘い球来るとは思ってたんですが、本当に来たね。なぜ買えないのか不思議でたまらない。さて、行きましょう。ツーアウトランナー一塁、また来ましたね。ほい、よーし、よく見た今の。振りに行ってもおかしくなかったね。135ストレート。第4球を投げました。はい、内野安打。はい、内野安打。いただき、マウス、イエス、今日猛打賞、大活躍だ。はい、ピーマン、またまた本日のヒーローに選ばれましたね。今日は3打点の大活躍。今季38号のツーラン、そしてヒットも2本。最高に気分はいいぞ。いいね、大活躍。ファーボールも2個、犠牲フライも1個と。アイピーマンの今日の成績は3打数3安打1本のホームラン、3打点2個のフォアボールと、めちゃくちゃいいですね。もう笑顔ですよ、ずっと笑顔。皆さんには映ってませんが、もうピーマンずっとニコニコしてるよ。気分は最高にいい。さて、引き続きヤクルト戦実況していきましょう。今回最後にしていきたいと思います。ヤクルト3連戦の3戦目、ピーマンここに試合ヤクルト戦では打ちまくってます。この3戦目も当然ながら打っていきましょう。わー、もう気分最高に。いいわ、何これ、ハッピーだね。ハッピーハッピー、超ハッピー。申し訳ない、テンションがおかしな。
おかしなことになっとるぞ。まあ、それくらいね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。これはいいんじゃないでしょうかね。調子、打率の方も上げてきてるよ。ホームランも2本出た。いいね。これ三冠王本当に取れるかもね。現実に身が増してきましたね。もうそろそろ試合の方もあと30数試合ですから、今現在8月なのでね、あと30試合くらいかな。さて、30試合この三冠王をキープできるか。さて、ピーマン1打席目やってまいりました。ワンアウトランナー1塁、早速チャンス。ピーマン今回は3番スタメン出場になりますね。先ほどは4番でしたが、144、高めの、マジか。よし、よく見た。落ちる球だ。騙されるとこだった。よく見た。いいね。はい、ピーマン1打席目はまたまたフォアボールを選びました。ちょっと際どい変化球だったりたくさんあったけどね。さて、チーマン1対1、ワンアウトランナー2塁というこの得点圏できましたね。ノーン、まずいな。ちょっと簡単に追い込まれた。ワンツー、ピッチャー有利なカウント。ゲッチュ、うまく捉えた打球はセンターライナーが、もう進塁打になりましたね。ランナー二塁三塁へ進み、しかしちょっと強い当たりだけにあって、強い打球であったと思うんだけどね。さて、チームは2対2、ノーアウトランナー1塁3塁、絶対に打たねば。来たぞ、絶対に打つ。カモカモ、あ、まず追い込まれた。さて来い、さてどこに来る。どうだ、ランナーホームラン、ホームランセーフになったね。あー、しかしピーマンここでヒットは打てませんでしたね。打っておきたかった場面ではあるんですが、まあフィルダースチョイスでね、点は入ったんですが悔やまれる。さてピーマン4打席目、チームは3対2と勝ってますね。ちょっと今日はフォアボールのみ、得点圏で打つことはできなかった。あー、ダメ、調子に乗ってる。今のピーマンものすごく調子に乗ってる。このピーマンは悪いピーマンですね。何でも振りに行ってしまう。さて、チーム7対2と余裕で勝ってますね。さーて、ワンアウトランナー二塁、またまた得点圏。ちょっとピーマンこの試合全くいいとこなく出てますから、ここで1本。あー、ダメだ。はい、ピーマンこの試合も大活躍とはならず、4打数0安打1個のフォアボールとなってしまいね、得点圏で何度も回ってきたんですが、あー、打つことはできませんでした。のーん、悔やまれるね。打っておきたかった、調子に乗ったね。完全、あの2試合が俺を調子づかせた。この調子に乗ったピーマンというのは非常にダメなピーマンですからね。あそこでなんで調子に乗ったんだ。もう打ちに行かなくていい球打ちに行くからね。はい、じゃあ今回これにて実況の方終了いたします。今回の実況ではホームラン3本ですかね、2本ですか、ホームラン2本に加え、そして、娘も生まれると。まあそれはどっちでもいいんだけどね、なかなか悩むてて、打率もちょっと一厘落ちてしまいました。現在高打率3割3分6厘、ホームランが38本、打点が92打点、盗塁は6盗塁となってます。このまま順調にいけばね、三冠王の方も取れると思いますので、調子を落とさず打っていきたいと思います。じゃあ次回9月の方をプレイしていきます。もしよかったら次回また見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。